なんだろう、まあなんか動かしたから、そう、痛いの、とりあえず痛い とりあえず痛い。え、だだだ、もうなんかもうちょっとの動きでも痛い。背筋伸ばしたら一番痛いわ。なんか左の筋みたいなところをなんか痛い。痛い。もうこうしとこう、体勢。なんか姿勢よくしたらめっちゃ痛い。なんかめっちゃ喉渇いてんだよね今。美味しい麦茶。でも体をさすがにね、壊すわけにはいかないので、今日ちょっとマッサージというかストレッチしてから寝ようと思ってます。いたたたたた、怠け者、怠け者とコアラの靴下もらった。痛い。お。痛い。すいません、ちょっと。マジで許してください。痛い、痛いんです本当にめっちゃ可愛い。見て、怠け者のモコモコ靴下とコアラのモコモコ靴下もらった。めっちゃ可愛いこれ。ありがとう。冬モコモコ靴下、私マジで必需品だから嬉しい。可愛いこれめっちゃありがとう、使おう。よいしょ。多分アンコールぐらいから痛くなりだしたよ今日。だから多分あのあれなんだっけ、あれあの1曲目、アンコール1曲目、あなんだっけ、めっちゃド忘れした、歌あっ違う、アンコール1曲目よ。あそう、歯のボランティアで剃るところで痛めたんじゃないかなって思ってる個人的にぶっ最後やったね今の顔お風呂入りたい早く。早くお風呂に入りたい。生きてはいるよ。なんかやっぱさ、こっちのまた配信用のライト買わないとな。やっぱライトの明かりが、明かり強さが全然違うだけでこんなにも映り方が違うんだな。つかないのか検証しよう。ああーそうだ、充電器あっちにある。うん、やだだだだだ、痛いよ。
みんなごめん、今日15分に終わります。最近ちょっと15分で終わることが多いんだけど、本当に申し訳ないんだけど、ああなんせ夜が遅いもんで、まあ今日はね意外と早めだけど、リトちゃんは意外とね、あ着くよ、あ着いた、よかった、まだ使えるわこいつ。昨日機嫌が悪かったみたい、ワイが帰るの遅かったからごめんね。てかね、聞いて、私最近マジで動かなすぎて多分太ってる、今体重増えてると思うわ。だから今日からダイエットじゃないけど、あのご飯はちゃんと食べるけど、あのちゃんとストレッチとか腹筋とかそういうあのしようと思って体を動かします。なんか本当に公園が最近さ久々にしかないやん。宮直さん、熊のぬいぐるみありがくま、宮直さん熊のぬいぐるみありがとう。ほんでさ、なんかやっぱ久々にしか動かんから、なんか本当にやばいなと思って、最近ちょっとお腹が、前までね腹筋割れてたやん、あの全部とはいかんけど縦に割れてたの腹筋、それもなんか分からんぐらいなんかぷよぷよになってきてて、ちょっとこれいかんなと思って今日から体を動かします。これ今日学校の先生があの卒業舞台公演お疲れ様ってことでお菓子くれた、みんなに。そう割れてたんよ。で最近なんか顔も丸いしさ最近顔も丸いし、なんかちょっといかんなと思い始め、か言いながら今からグミ食べようとしてる私ってどう思う？でもね、ご飯は食事制限はしない。あ、そう、ダンス習ってた時は腹筋100回毎日やってた。うん、顔はマジで丸い。だから食事制限はマジで逆にストレスで太っちゃうからやらない。だからその分動く、あのストレッチだったり、まあ、スクワットその何回かやったりとか、あとストレッチポールせっかく買ったのに、あのアクロバット AI 全然使ってないから、あ、まあ、たまに使っとるけど本当たまにしか使ってないから、ストレッチポールで体をほぐして体柔らかくする。なんかちょっと減らす分にはいいんだよ、食べてるの。でもなんかその無理にこうご飯減らしたりとかするのは逆に良くないんだって。なんかダイエットする人とかさ、なんかいるじゃん、たまにサラダだけしか食べないみたいな、あれ逆には体に悪いんだって、栄養も偏るし。全く説得力ねえもん食べとるけど大丈夫か？うん、美味しいグミ。うん、だからご飯は普通に食べる食べ物は制限しない。いや、だってもらったのに、せっかくもらったのにさ、頑張ったよねって、食べないのはもったいない。はい、だから腹筋だったり、あの足痩せ、私足さ、なんか昔は結構細かったみたいなんだけど、やっぱ陸上を始めてから筋肉がついたのもあってね、足太いんだ。
だから足痩せダイエットもする、一緒にあのこういうのと、この寝転がった状態で足だけ上げて寸んでで下ろして、また上げて下ろしてみたいな、止めるみたいな。腹筋も鍛えられるし足も痩せる。疲れた。いや足太いよ。ちょっと最近の自分のなんだろう、体型に絶望する。セリ様さん、クマのぬいぐるみありがくま。セリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう。もっと細くなりたい。あれなんかさ、クレマグさんがよくそう紹介してる。ごめんね、私クレマグさんマジでめっちゃ大好きなの。クレマグさんがなんか動画でよく紹介って言えないんだけど、紹介してるなんかグラマラスパッツ、なんか足着圧ストッキングみたいな、なんかああいうのめっちゃいいなと思って、ああいうの履きながら、まあその運動っていうか足痩せダイエットの運動したらもっと引き締まるんじゃないかなと思って、ちょっと今検討中、財布と。そうそう、なんかちょっと着圧ってなんかちょっとあのピチッとした感じの、あ、そう、やっぱさすがにそのご飯を、食事を制限しちゃうと多分私ほんとぶっ倒れるから、あの貧血になりやすいんで、ね、体的になんて言ったらいいんだろう、まあなんか貧血になりやすいんで、結構何にもなくてもなんか暑いなって思ったらなんか貧血みたいな症状になっててぶっ倒れたこともあるんで、なんでそういう食事制限とかはまあなるべくしたくないかな。でもほんとまで最近顔も丸くなったなって思うし、体も結構ちょっとぷよぷよ、ぽにょぽにょ、ぽちょぽちょになってきたなって思うから。ちょっとそういう着圧ストッキングじゃないけど、なんかそういう着圧靴下みたいなのを今探してる途中。トマトは大好き。でもさ、野菜ってやっぱ高いじゃん。トマトとかさ、なんかあんまり安いイメージない。なんかトマトっていつも高いイメージなんだけど、なんでだろう。ぽにょぽにょぽにょぷ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 にぷに。なんかまあそれぐらいの。いや、なんか別にその自分が太ったことに対し、太ったことに、まあ、体重とかはちょっと分かんないけど、増えた増えてないとかはその体重計がうちにはないんで、あれなんですけど、分かんないんですけど、なんかまあ昔と比べてというか、まあ、若い頃に比べてというか、ちょっと最近なんだろう、まあいっぱい食べてたってのもあるし、まあその昨日みたいに時間が遅い時でも結構がっつり食べたりしてたから、そういうのが原因でやっぱこうだんだんとお肉がついてきたのかなーって感じ。寒いね、確かに寒いわ。え、もう15分経ったよね。経った？ 15 分経った。あ、経った。あ、じゃあ終わろうかな。皆さんありがとうございました。公演、あ、公演前にやるって本当は言っとったけど、公演後になってしまいましたね。申し訳ないです。なんか結構今日リハが長くて
で、なんか10周年のねやっぱ始まるじゃないですか。でやっぱ衣装とかもフィッティングとかしてたんで、それで結構時間がなくてギリギリになってしまったので、今日はそういえば配信してないなって思って、終わった後に配信を撮りました。皆さん本当にありがとうございました。今日も明日は、まあ、ゆっくり休むっていうことはあんまできないかもしれないけど、14日がね大事なあれがあるんでね。まあでも明日はちょっとゆっくり寝るのはゆっくりできるんで、まあ多分また7時とか6時とかに一回目が覚めちゃうんだろうけど、最近そうなんです。最近ね5時とか6時とかに一回目が覚めるんですよ絶対に。今何時と思って起きたら6時とか、はい。なのでまたまた起きると思うんですけど、ゆっくり二度寝でもしていい休日を。あ、そう、洗濯したいと思ったけど雨降りよるから洗濯はどうしようって感じです室内干しにしようかな。とりあえず今日は配信は終わります。すいません、最近短くて、明日は休みなので、まああんまりそんな長くはしないけど、今日よりかは長くできると思いますので、ぜひ見に来てくれると嬉しいなと思います。ではランキングを読んで終わります13位平ひろきさん、12位鈴友たんたんさん、11位ついてるさん、10位中野のけんじさん、9位いけぽんさん、8位ほえいさん、7位みゃおいさん、6位あゆうそんさん、5位としぼうさん、4位マッハさん、3位みやなおさん、2位かみさん、そして1位がすりさまさんでした。ありがとうございます。見てうろこみたいになっちゃった。お手手置いてたら蛇の鱗みたいになっちゃったその他もたくさん、たくさんじゃない、見に来てくれた皆さんありがとうございました。今からご飯食べてお風呂に入ってストレッチして、はい、今日からね頑張りたいと思います。そういうストレッチ系、体を痩せるっていうか、まあちょっと今だらしない感じのお腹になってるんでなんかこうかっこいいお腹にしたいんで、なんか結構私やっぱ細め、体重と身ん違う間違った身長の平均に比べたらやっぱ痩せ型な方なんですよ、身長の割には体重がね。だから結構なんだろう、なんかまあ一気で腹出しといえばリーヌちゃんみたいななんか衣装さんの中でそういうのがあって、だから結構へそ出しのその衣装を着させられたりとかもするんですよ。だからでもなんか最近はなんか前まではねやっぱなんか何の抵抗もなく、あー全然いいですよって感じだったんだけど、最近の自分の体型を見たらちょっとなんかお腹だらしないなって、なんかプニプニしてるなって今日思って、リトちゃんの衣装着た時にこれはちょっと判断した、これはちょっとやばいぞと思って、なんで今日からねまた引き締めていこうと思います。はい、でもまあ無理のない程度に頑張りますので、今ちょっと体痛めてたりとかするんで まあなんかその一般的に見れば全然まだ痩せてる方だよって思うかもしんないけど、やっぱそのアイドルの世界だとなんだろうな、なんか細いのが当たり前みたいな思われちゃうから、細くてなんかこう引き締まってる体が当たり前みたいな感じに思われてる気がするのね、こちらからすると。でなんかやっぱその若い時はさ、まあ、自分で言うのもなんだけど、まあ、痩せてた方じゃん、痩せてたじゃん、なのになんかやっぱこうどんどん
年を重ねるごとになんか太ってったねみたいな言われるのめっちゃ嫌だから、なんで頑張りたいなと思います。うん、頑張る。でも好きなものは食べる、おいしい、おいしくいただく、ご飯は我慢しない、その分頑張る。では皆さんありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。あ、間違った。配信終了さなきゃいけなかった。バイバイ。